こちらにあるね、小さな装置、かわいいのがありますが、これは半導体の製造装置ですね。で、普通は非常に大きなもので、ウェーハーって言ってね、作る単位がこんな大きいんですけど、我々はこんな小さなウェーハーを使います。で、それを使うので装置も小さくなって一サイズぐらいになってますね。そういう超小型の半導体製造装置とシステム、ミニマルファブっていうのが私たちのプロダクトですね。で、これを使うと小さな単位だから細いね、皆さんの個別のニーズについて対応できるような半導体チップが作ることができるようになります。これは日本のオリジナルの技術です。ここはですね、今 CTEC という会場なんですけど、 CTEC っていうのは私たちの未来を語るってことで、皆さんが未来のですね、プロダクトをいろいろ展示してるんですけどね、それを具現化しようとすると、最初は1個10個100個しか売れないかもしれないから、そうすると個数が出ないので、いろんな部品が高くなってしまいます。特に半導体チップが10個しか作らなければ1個10億円とか1億円なので、プロダクトの試作品がですね、何百億円となっちゃったりします。そうすると現実にならない。だけどミニマル使ってもらったり1個ずつ作れるので、そうするとこの CTEC の未来は我々が作ってあげられるっていうのが私たちの波及効果といいますかね、新しい世界を切り開くのにミニマルみたいに使って、で市場投入していただくっていうのは、そのリスクを減って楽しいものをそのまま世の中に実用化するっていうのに役に立ちますっていう効果があります。実績はですね、もうすでにこれを買っている企業が、装置という意味で言うと買っている企業が、10社ぐらいですかね、出てきています。まあ開発に10年以上かかったんですけども、ゼロからやったんですね。だけどやっとこう CTEC なんかに展示できるようになりまして、まあそれでいろんなデバイス、集積回路であるとかセンサーであるとか、そういったものがすでにできています。